貧困の解消や気候変動対策など、持続可能な社会を実現するため、本県においても持続可能な開発目標、SDGs の達成に向けた取り組みを進めており、令和3年10月25日、徳島 SDGs シンポジウム2021を開催しました。この日は、消費者志向経営をテーマに、 消費者思考経営に取り組んだ効果や実践事例の紹介のほか消費者や従業員とのコミュニケーションの工夫持続可能な社会に向けた取り組みの方向性についてパネルディスカッションを行いました。 それではですねパネルディスカッションに入りたいと思います、えー、まずですね、えー、最初にそれぞれのですね、えー、まあ,あの出席者の皆さんからお消費者志向系の関係でですねどういう取り組みをしているのかということでご挨拶いただきたいと思っておりますではまずはじめに阿波銀行の川又さんからよろしくお願いいたしますはい。 阿波銀行の川又でございますあの本日はこのような機会をいただきあの誠にありがとうございます早速ですが阿波銀行の取り組みをご紹介させていただきます本日は2019年12月に新築移転しました本店営業部での取り組みを取り組みに絞ってご紹介させていただきます 本店営業部はもともと西千葉2丁目にございましたが町のにぎわいづくりや地域活性化のため新町商店街の入り口に移転いたしました移転にあたりお客様の声や職場の声を集め消費者の視点でこれまでの業務やサービスを見直し設備や店舗運営に反映させておりますまず建物ですがユニバーサルデザインを意識した作りとなっております えー、環境への配慮から LED 照明や太陽光発電設備を設置しているほか今月1日からは徳島水力100%プランの再生可能エネルギーを導入いたしました阿波銀行が施行するエシ,エシカル消費であるということで、えー、導入を決めた次第です、えー、続いて館内の紹介です、えー、本店営業部には10名のフロアアテンダントを配置しておりますロビーのフロア,アテンダントがお客様をお出迎えし タブレット等を使ってワンストップでお手続きや相談に対応しております。その日のお客様のコンディションですね、ご要件やお時間があるなしなどに合わせて館内の様々な場所で対応するという新しいスタイルにチャレンジしております。まあ、銀行の本業はですね、地域のお客様の持続的な発展、成長を支援していくことですので、ご融資だけにとどまらず、お客様との対話を通じて課題を把握し、 課題解決に向けて SDGs の視点を持って伴走支援していくことが新たな価値の創造、お客様と一緒に作り出していきたいというふうに考えておりますその他、か、えー、未来を担う子どもたちが楽しく遊べるキッズスペース隣はですね、徳島県の観光が、えー、体験できるバーチャルシアターまあ、様々なスペースが本店営業部内にはございます 徳島の経済と産業各種イベントなどに関するさまざまな情報のプラットフォームとなってお取り先だけではなく訪れるさまざまな方にとっても情報をつなげる場となるよう取り組んでおります皆様もぜひお立ち寄りいただければと存じます、まあ、駆け足でのご紹介となりましたが阿波銀行が目指すサービスやあの未来の地域社会を職員がまあ共有しさまざまな課題解決に取り組みながら お客様の感動満足の向上と持続的な地域社会への貢献できるよう、まあこれからも努めていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。株式会社トキュアの高畑と申します。えー、我が社はブライトルを中心としたビジネス展開をしておりまして、サービス業としてのさまざまな事業に取り組んでいます。 消費者志向経営の取り組みについてですまず一つは基本中の基本であるコーポレートガバナンスの強化それから消費者と一番ダイレクトに接する現場のスタッフの満足度アップ働きやすさを作るための企業主導型保育所の設置社員一人一人が 自,自立できる逆ピラミッド型の組織私は常盤の会社の中で一番下におります消費者志向経営を宣言をしましてからより意識的に取り組みや改善をやっていくようになりましたそして1年半前コロナが始まりました お客様や従業員への安全安心の取り組みまず最初に考えたのはスタッフの安全ですそして社会の課題解決につながる地域との連携時間と人はこの1年半とてもあの余りましたそこで、えー、去年の 夏から農家の,あの高齢化の対策というよりもむしろスタッフから自主的に農業をやってみたいな自分たちがお客様に提供するものを自分たちで作ってみたいという話がありまして佐野川内村に畑を借りて野菜作りを始めました。そううしてもう一つは今日本の 伝統産業が非常にに厳しいいところに来ています私どもが何年も本当に提供し続けた打ち掛け織物この作り手がどんどん高齢化して日本国内で跡継ぎがいない状況になっていますそこで3年前から豊岡にある幡場さんと 共同してオリジナルの打ちかけを作り始めました、たまだまだビジネスになるというよりもお客様に届けるものづくりをきちんと継続する、作るということを社員にも一緒にやってほしかったからです。以上、簡単ですが今、取り組んでいる内容についてお話しさせていただきました。 ごごありがとうございました皆さんこんこにちは徳島政教の大久保です、えー、っと初めにですね、徳島成協の紹介を少しさせていただきたいというふうに思います。で主な事業なんですけども、えー、宅配、えー、店舗、共済、夕食宅配、この4つの事業を行っておりまして、えー、宅配事業はですね、えー、徳島県下全域をカバーして、県内全域をエリアとしております。 であの徳島政教の定款にはです、ねえー、共同互助の精神に基づき民主的運営により組合員の生活の経済的文化的改善向上を図ることということがです、ね、目的とされて定められておりますので、まあ、設立時から組合員消費者のです、ね、暮らしに役立つことを進めています、まあ、消費者の声を聞くための仕組みとしてはです、ね、宅配では、まあ、あなたの声を聞かせてのアンケートよかったよよくするカードであったりとか お店では私の声カードなどあり、寄せていただいた声はですね年間約5000件というふうなことになっております。その中で実現した事例としましては、ですねま地元の商品を取り扱ってほしいという組合の声に対しては、子どもと一緒に体験できる取り組みをしてほしい、こういった声が出てるんですけども、和紙のシャインマスカットの生産者を訪問したりだとか、ですね藍住町の人参の取り扱いを訪問してスタートがすることができました。 あと、未来、次世代のために取り組んでいる例としてはですね、徳島県に生まれてきてくれてありがとうというメッセージをともにですね、初はじめましてボックスというのをご依頼いただいた方にはですね、お届けをしています。あと、環境を守る取り組みとしてはですね、設立時からリサイクル活動や店舗でのレジパック持参運動を行っています。また、お店で回収したトレイやペットボトルや宅配で回収した商品案内書などは、 資源ごみとして徳島盛協の子会社でもあるハートフルコープ特例子会社とステップアップコープ徳島、まあ、就労支援 A 型事業所で梱包整理して子市会社等に売却していますこの子会社はです、ねまあ、障害者の働く場を作りようということで設立しました宅配ではです、ね、配送時に入居に来られる組合員さんにも安心感を持っていただけるようにということで、まあ、新型コロナウイルスの感染対策も取り組んでいます それはもう一つの大切にしなければならない、ですね重要な課題として挙げている働き方改革だと思っています。働いてくれている職員がですね元気で安心して働ける職場になるよう、しっかりとした経営を目指していきたいというふうに思っております。そのことがですね実現できることによって、消費者の皆さんからのありがとうの声を、一見でも多く聞くことができると考えています。 これからもですね徳島政協が取り組んでいるこの消費者志向経営の取り組みをですね前進させながら進めていきたいというふうに思っております以上で報告を終わらせていただきますご清聴ありがとうございましたライオン株式会社については同日消費者志向経営に関する基調講演を行いましたので その様子の一部をお送りしますこんにちはライオン株式会社お客様センターの今井でございますまず私ども当社の歩みについて簡単にご説明いたしますライオンは1891年に石鹸やマッチの原料を取り次ぐ小林富次郎商店として開業し130歳迎えますライオンの創業者であります小林富次郎は常日頃私たちは社会に生かされているゆえに 社会に貢献するという思いつまりは愛の精神の実践を説いていました当社の存在意義パーパスを今一度強化しここにありますより良い習慣づくりで人々の毎日に貢献するこれをリデザインという一言で表しいわゆるパーパスドリブン経営を徹底して実践することといたしました私たちはより良い習慣づくりによってこれから先の未来や 高いい豊かにししててくことを目指してまいりまりすさて、このパーパスを起点としまして、今後2030年に向けてどうありたいのか、当社はその経営ビジョンを策定してございます。こちらにあるとおり、次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへということです。これは、健康、快適、清潔、衛生を通じた新たな顧客体験の創造によって、一人一人の心と体のヘルスケアを実現することです。 この経営ビジョン2030の達成を目指すにあたって、経営戦略を2つ策定しております。1つはサステナビリティ重要課題の取り組み強化であり、もう1つは3つの成長戦略の推進です。まず、サステナビリティ重要課題の取り組みにつきましてですが、ライオンエコチャレンジ2050で、脱酸素社会の実現、資源循環型社会の実現に向け、 明確なゴール、目標を2030年と2050年の2本立てで設定し、事業活動を進めてまいります。さて、もう一つの当社の経営戦略でございますが、3つの成長戦略とは、4つの提供価値領域における成長加速、それから左下にありますデジタルトランスフォーメーションの推進、事業インフラの強化などの成長に向けた事業基盤の変革、 右下のコーポレートブランディング、働きがい改革、ダイバーシティオープンイノベーションなどの変革を実現するダイナミズムの創出でございます。より良い習慣づくりにつながる商品、サービスの4つの提供価値領域はこちらでございます。まずはオーラルヘルスでの取り組みでございます。昨年の消費者志向、経営の優良事例としてご評価いただきましたオーラルケア普及活動についてでございますけれども、当社は創業当時から 自動歯科医院の設立や学校での歯科保険活動、歯磨き習慣を定着させるための情報発信や普及活動など、多岐にわたる行動を行ってまいりました。特に予防歯科活動としまして、ライオン歯科衛生研究所が中心となり、妊婦、乳幼児から高齢者まで、すべてのライフステージに航空保険の啓発を行うことで、健康寿命の延伸に貢献しております。生涯にわたり食べる 話す、笑うというお口の機能保持、増進を図ることで、生活の質、QOL の向上を目指す健康美、これらを推進し、消費者の健康な生活習慣づくりにつながる行動変容を牽引しております。次にインフェクションコントロールについて、ライオンの技術の原点は、洗うこと、洗浄技術でございます。 1996年に社会問題となった病原性大腸菌 O157 による食中毒の集団感染を受けて、家庭や学校における手洗い習慣の普及活動にも力を入れ、ハンドソープの利用率の向上に貢献してまいりました。当社は一般消費財メーカーとして、製品作りを行うだけではなくて、習慣作りも行うことで、社会課題に取り組み、健康で快適な社会を作ることに貢献してまいりました。 そして幸福な未来や明るい未来とはよく言われますけれども、我々が考える未来とは、人と地球にとって健やかな未来であって、この健やかな未来を消費者、行政、事業者が共同して創造していければと考えております。以上で私のお話を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。 これでそれぞれ4社の様々な消費者志向経営に関する取り組みを今まで拝聴してきたわけでございます。これからはですね、少しですね、皆さんと意見交換をさせていただきたいと思ってまして。 で最初の質問でございますけども、消費者指向経営に取り組んだあこの効果とアドバイスですね。これから取り組もうとか、あるいはまあまだ実践宣言されてないような方々に対してですね、やはり宣言して良かったとか、あるいは消費者指向経営をして良かったとか、まあそういったことについてですね、ちょっと簡単にですね、お答えしていただきたいなと思ってます。川村さんからよろしくお願できますでしょうか。はい、あのう銀行ではですね、消費者指向経営あの実践宣言しまして、まあ本来あの銀行業務とまあ ボランティアのような社会貢献活動というものを切り分けて考えがちだったんですけれども、消費者思考経営というまあ視点でまあ捉え直すことができた、その結果、自分たちの目指すべき方向性が明確になって、新たな課題の発見にもつながったというふうに考えております。 まあ、アドバイスというのは交換マシンですけれどもあの何か消費者思考経営というと新しい取り組みをしなければいけないというふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ほとんどの企業様におきましては、まあ、すでにいろいろな取り組みをされているかと思います、まあそれをです、ね、消費者思考経営のまあ3つの視点とか SDGs のまあ17の目標、まあ、それぞれにまあどれに当たるかというのをマッピングすることであのまた新たなアイディアが生まれたり次の目標というのが見つかるのではないかと。 でまあ、それによって、消費者志向経営の,、まああの好循環が生まれるのではないかなというふうに考えております。お客様がいて満足していただいてお金をいただく、当たり前のことじゃないかと、社員にも初めはそんな声もありました。でも、それをもう少し客観視して、継続的につなげていく。 自分たちが普通の業務としてやっていることがそれだけじゃないんだという誇りややる気がスタッフの間に非常に生まれたのではないかと思います。やはり地域それからきちんと見える化するそれから次の課題を次々とやっぱり見つけるべきだしまた見つけなくても向こうからやってくる。 そういうことについてロジカルに考えるいい指標が一つできたなと思っております。以上です えっと消費者志向経営のところはですね。うちも毎年の理念あの方針なんかを作ってるんですけどもまあ、方針とは違う。またあの自主宣言をした中身に沿ってですね。毎年フォローアップをしていくということで、今回この消費者え向経営を取り組んでま良かったところじゃないかなというふうに思っております。消費者の組織ですからまあ、そういった消費者の声を聞きながら、その例に対してどこまで何ができるのかと。 いうことも日常的にですねいろいろな場で意見交換できたりとかいうようなことができるようになっているというのは、まあ、この思考営をしたことによって、ですね、まあ、さらに前進していったんじゃないかなというふうに思います。皆さん方がもももしし取り組まれるとしてももう既に 皆様方の会社等々でもやってることなんじゃないかなというふうに思いますただそれをですね消費者志向経営ということの言葉に変えてやってみるということでできることから気軽にやってみたらどうかなというふうに思います以上ですおそらくあの我が社がですね長年進めてきたこの顧客視点での経営がですね消費者庁が多分定義を明確にしていただいて推進いただいているとこの消費者志向経営と いう広く共有された考え方で捉え直すことができたのかなというふうに思っています今回あの有料事例表彰で表彰をいただきましたまあ130年にわたる当社全員が関わった活動だというふうに認識しておりますそしてあの今日お話をお聞きいただいている皆様のおそれぞれの事業者の方にとっても おそらく会社や顧客ニーズに応える活動をされてるんだろうなというふうに思っていますそういった意味で顧客視点で事業をらえ直しながらですね、えー、皆様の事業また私どもそうですけどなんでえ存在してるんだろうまあやはりパーパスここを明文化をしていただくということが非常によろしいんじゃないかなというふうに思っていますそれで事業のすべき方向付けができるというふうに考えておりますしそのパーパスをですね社員全員がですね自分ごと化すると いうことが大事なのかなというふうに思います。そしてですね、事業が社会的価値を創出するための前提は、やっぱり会社自体が健全でないといけないかなというふうに思います。言い換えると、社員の方の働きがいがやはり経営の皆さんも取り組む必要があるんだろうなと思っています。まあその中で今日はあの習慣作りという話をさせていただきましたけれども。 やっぱり言い出しペイがですね、仕組みを作ってあげるということが非常に重要なのかなとそれが働きがい改革の中で社員が生き生きと働けるということになればそういったことも可能になってくるんじゃないかなというふうに考えています。 え大変ですね、貴重なお話、どうもありがとうございました。えー、今度は3つ目の、今回お聞きしたかったこととしてですね、3点目で、このシンポジウムのテーマであります、アフターコロナ、未成体続化の社会に向けた取り組みについて、それぞれの皆さんからまたお話しいただければ大変幸いでございます。ではまた、順番通り、川村さんの方からお願いしますコロナがあの、感染症が拡大する前から、そのサステイナビリティに対する意識の変化というのはまあ感じてはおりましたが、まあ、この感染症の拡大によって、 でまあ、あのさらにその変化のスピードというのが医師、まあの強制力を持って、まあ、加速したというような認識でおります、まあ、経済活動もあの社会活動というのも、まあ、ご存知のとおり環境の土台があって、まあ、成立しているところですのであの昨今言われております地球温暖化とか気候変動への対応ですねそういった、まあ、世界共通の,あの課題に対してもあの地域金融機関としてあの率先して取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 またまああの環境への取り組みもそうなんですけれども次世代のためということになるとやはり次世代を担うあの未来を担う子どもたちの育成っていうのにまあ、引き続き力を入れていくというふうに考えております。青銀行としてやっているまああの小学生のスポーツ大会であるとかあの学校への訪問して授業をあの行う金融教育ですとかそうしたまあ、教育の機会っていうのをまあ、引き続き提供していければなというふうに考えております。 去年1年間の会社のテーマを危機機感をを持って臨機応変に新新ししししいい仕組み新しい売上を作るとしました本当に仕事がないということの苦しさこれはスタッフ一人一人が感じていたことですしそれ以上に結婚式を延期しているお客様たちも悩みに悩んで おりましたその間にまあ普段やれないことをやってみようよということでテイクアウトお弁当それから農業今考えますと物販のショップのオープン去年の時期だけで新しい仕事っていうかショップも含めて4つぐらい立ち上げてます。あのお金もないのに 思いますがある種このコロナは時間と人で不要不急じゃない仕事をしている我々にとって何がお客様に必要なのか私たちができるのは何かということを考える良いチャンスになりましたそれから時代は普通はこうですよがもう通用しない時代になっている。 一つ一つの結婚式もパーソナライズ全部カスタマイズの上を行くビジネスをやっていかなければいけないそして大事なことはやはり社員の幸せ満足と、時間とやりがいはこの1年半もやはり苦しかったのはお金ですなのでこの9月からの我が社のテーマは 私たちにに幸せと感動ししました私た私ち自身が幸せじゃないとお客様に幸せは提供できないそのためには新しい仕事をどんどん作って稼ごうぜっていう合言葉でアフターコロナはやっぱり未来に何ができるかをどんどん試してチャレンジしていくただしお金はあまり使わない。 というこうみんなの中にマインドができたかなと思っていますこのコロナ禍を迎えてずっと業務を行っていく中で職員と話をしていると一人暮らしの後ろの方がですね 我々職員を待ってですね、いろいろやりたいこと、できたい、自分がやりたいんだけどできないから、職員にこれをしてほしいというふうな要望がたくさん出されております。やはり新しい生活様式というのは、なかなか元には戻らないというふうに思いますので、そういった中で我々が何ができるのか、一人一人の組合員さんと、もう一度、人と人とのつながりをですね大切にして構築していくということをまずは進めていきたいかなというふうに思っております。それと、あともう一つはですね、 やはりあの我々のところもできてないんですけどもデジタル化っていうのはどん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 加速されていくんじゃないかなというふうに思います。これもですねあの昨年取ったアンケートの中では、えー、っとコロナ禍の中で組合員さんの料理のメニューレシピが欲しいと。 やはりあの毎日食事を家で作る回数が増えて、ですねメニューが限られているという中で、レシピはもっと欲しいというふうな声がありました。一人一人の主婦の方とか、働いている方にも、ですね役立て,てるようなこのデジタルを使った活用なんかも進めていきたいかなということで、今、全国の政協と一緒になって、ですね検討しているところです。で、あとこれから学ぶ機会、子育て、次世代に向けてということですけど、 まあ小学生を対象にしながら、これはこうだねっていうことを考えながら、できるようなえ店舗にえ勉強会をするであったりとか、そういったこともですねまあ積極的に開催していきたいかなというふうに思っているところです。実は昨年の最初の緊急事態宣言が発令されたときは、東京、やっぱり経済止まったなっていう感じがありました。 で当お客様センターもです、ね、2ヶ月間ほすの電話を,を電話取れないとお客様とコミュニケーションができないということに関して一つは在宅またはテレワークでお客様対応できないかというこの取り組みを開始をいたしましたあともう一つはです、ね、やはりあの毎日、弊社で大体400件ぐらいお電話があるんですけれどもこのお客様が2か月、お コンタクト取れないということで、今一度ですね、お客様の自己解決を図るため、店舗検索サービスをスマホ、ホームページですることができました。まあ、商品を指定していただければ、お近くのお店どこに置いてあるかっていうのが分かるシステムです。知りたいとき、スマホで検索ができて、お店に足を向かわせてもらえる、できると、こういう仕組みを作りました。また、なかなかまだ今、勉強中ですけど、チャットポット、このあたりもですね、今後必要になってくるだろうなというふうに思っています。 スピーディーにホームページ上でもコミュニケーションができるということに取り組んでおります今後もです、ね、デジタルを使ったこれからで双方向のコミュニケーションをどうあるべきかといったところまで検討していきたいなというふうに考えております大変ありがとうございました皆さんからです、ね、非常にそのデジタル化の推進の話とかまたこのコロナの関係で,です、ね、それをきっかけに新たな取り組みをいろいろされているとまたお客様との関係をもう一回見直すとか さまざまな消費者志向の経営の関係の取り組みについてですねいろいろな有意義なコメントがいただけたかなと思っております私ども大変あの勉強になった次第でございますそれでは時間も回りましたのでパネルディスカッションはこれで終了したいと思います大変どうもありがとうございました県政アンテナテレビ徳島ハーツでは番組にご意見をお送りいただくことで 輝け徳島ワクワクトークなどの知事と県民との対話にご自宅からご参加いただくことができます。